どうも。23時15分ですが、配信を少しだけしようと思います。こんばんは、こんばんは。カズサさん、お疲れ。ギフトありがとう。今さっき配信始める前、水飲んどこうって思って水を飲んだんですよ。そしたらむせちゃって、ちょっと今喉がちょっと枯れてます。本当に配信を始める10秒前ぐらいに水を飲んだらむせちゃった。やっほー。くだらないと。今日は配信ありがとうございました。20時半から30分間の STU48 のくだらないと。レキンガーさん、お疲れギフト。ヤンカーさんもケーキありがとう、ありがとうございます。キータさん、かわいいゲストありがとう。いやー、配信ね、配信どうだったかしら、どうだったかしら。あやパンとだったので、すごいなんかね、もうのびのびとというか、まったりとなんかリラックスしてできたんですけど、あ、そう、チャンネル登録もうね、目標の50人を達成できたということで、60人ぐらいの方が登録してくださったようで、ありがとうございました。ありがとう、ね、嬉しかった。そう、モッツァレラチーズゲームとかね、しました、しました。そう、最後の方、じゃあチャンネル登録者数50人プラスできましたでしょうかって言った時はまだ達成してなかったんですけど、その後ね、皆さん皆さん、あのやつ登録してくださって、なんか声枯れてない、私なんでだろう。声がなんか枯れてる気がする。コミさん、リョタさん、ギフトありがとう。コミさん、かわいいギフト10個ありがとうございます。もともと登録済みでした。それはさすがです、さすが。え、モッツァレラチーズゲームの影響かもしれん。いや、苦手なんですよね。ゆずきちさん、ケーキありがとう、ありがとう、いっぱいケーキありがとうございます。いっぱいありがとう。なんだっけ、あ、そう、モッツァレラチーズケーキじゃなくてチーズゲームは苦手という話です。あやパンと私がするってちょっと面白いよね。コミさん、ジェンライさん、ギフトありがとうございます。あとは あれしました、釣り竿で釣ってから萌え台詞を言う、萌え台詞、釣りのセリフを言うっていうやつやりましたね。コミさん、ケーキありがとう。前田さん、可愛いギフトありがとうございます。ありがとう。釣りゼリフは、あ、釣られた、よかった。何より、いっこうさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。今日はね、ちょっと何が、ちょっと理由は言えないんですけど、今日はもうリングの調子がめちゃめちゃいいです。今日はね、配信の前にとある収録だったんですけど、ちょっとそれの影響でもうめちゃめちゃ調子良くない？めっちゃ調子いいでしょう。鳥さんさん、ケーキありがとう。そう、だから今日は朝から配信じゃないや、朝から収録の日だったんですけど、バイリンガルさん、いいねギフトありがとう。
そう、今日朝さ、めちゃめちゃ雨だったんですよ、広島。もうめっちゃ濡れた。普通にザーザー降りだった。今日もね、朝バタバタしてしまった。いつもバタバタしてしまうのは本当にやめていただきたいですよね。でももうお昼ぐらいにはカラッと晴れてたんですけど、傘してたんだけど、バス停でバスを待ってたんですけど、私はずっと、なんか今日声が枯れてるな。バスを待ってたんですけど、ずっと来なくて、多分雨だから、雨の影響で10分ぐらい、10分以上かな、ずっと傘さして土砂降りの中待ってたから、めっちゃ濡れた。めっちゃ濡れたです。でも、今日の雨はさすがに傘差します。あ、そう、スマホ忘れたの。そう、そう、なんだっけ、くだらないとの配信で、スマホで宣伝のツイートとかをする予定だったんですけど、私はスマホを忘れていってしまったので、できずに申し訳なかった。申し訳ございませんでした。やっちまった。やっちまいましたね。そうなんですよね。スマホ忘れたの初めてだったから、なんかすごい不安だった。スマホがないってこんなに不安なんだって思いました。多分初めて。そう、スマホ、もうそのタクシーにマネージャーさんとアヤパンと乗った後で、乗って出発した後で気づいて、 TSS さんに向かっている途中で気づいたのでね、もうあれでした、間に合わなかったです。気をつけよう。ね、焦った。どっかにはあるはずでしょうって思って、ずっとリュックとか上着とか探してたんですけど、なくて、あれ、もしかしたら私スマホがないかもしれないです。マネージャーさんに伝えて、あらーってなりましたね。ねえ、スマホないと焦るよね。すごいそわそわしてたから、すごいスマホ依存じゃんってマネージャーさんに言われた。そう、その後その TSS さんから帰る時とか、事務所から帰る時とか、もう原田忘れ物ないって、 もう確認されるようになったので 大丈夫ですって言ってましたね。 すいません、大丈夫です、スマホもあります。今日は火曜日か。今日の髪型は、なんだこれは。 ちょっとハーフツイン気味、
しい髪型してます。ちょっとねじってる。ちょこっとアレンジするのが好きです最近。ゆういちさん、かわいいギフトありがとうございます。ありがとう。アイリンガルさん、ゆういちさんありがとう。自分でしてないです。今日はメイクさんにしていただきました。収録だったのでしていただきました。メイクさん、タンタンタヌキさん、結婚してギフトありがとうございます。結婚しません。今日なんか朝の時とか私すっごい顔色悪くて、本当に顔色が悪くて、もうクマ、私そもそもクマがひどいんですけど、クマが全然消えなくて、コンシーラーで普段だったら消えるんですけど、それしても消えなかったから、マネージャーさんに、マネージャーさんじゃない、メイクさんに、私クマが消えないんですけどって言って、そしてメイクさんにオレンジのコンシーラーがいいよって言って貸していただいて、ファンデも貸していただいたら消えました。そう、寝不足、最近本当に寝不足です。寝不足。アニメの見過ぎ、それもあります。それもある、それもある。最近はブルーピリオドを見始めました。理由がはっきりしてる。そう、いっこうさん、クマありがとうございます。クマありがとう。ありがクマです。ありがクマです。ありがとう、クマ。そう、メイクさんにね聞いたんですよ、私はイエベですかブルベですかって。イエベブルベ問題、ずっとわからないんですけど、今日もメイクさんに聞いてみたら、わからないって言われた。なんかこれまで見会った人の中で一番わからないって言われた。なんかどっちでもいけるよって言われました。だから私はイエブルベかもしれません。そう、リコちゃんもいたんだけど、リコちゃんは絶対イエベでしょってメイクさんに言われてて、ああ確かにって、なんかリコちゃんも言ってて、私わからないらしい、これまで会った中で一番どちらのイエベかブルベかわからないって言われた。だからイエブルベとして生きていこうと思います。でも今日私本当に顔色が悪くて、なんか今そこまででもない、今普通に戻ったんですけど、朝とか顔もなんか真っ青だったから、でも今日私顔色悪くてブルベっぽくないですかって言ったら、確かに今日はブルベ寄りだねって。だからちょっと日によって変わるのかもしれません。だから今日はじゃあ、ちょっとじゃあリップの色いつもと違う、ちょっとこの青みのある方にしようとかって、日替わりでいこうかなと。今日はね、そうだからブルベっぽいです。多分なんか服とかもさ、ちょっと黒いし、今日はブルベっぽくない？どうですか？あーでも朝方の方が、朝の顔色悪い時の方がブルベっぽかったな。ちょっと白かったから。でもどうなんだろう。ちょっといつか行ってみたいです。なんか本格的な診断。イエベブルベ。イエベ春。なんちゃらかんちゃら。あ、そう、なんかのね、なんかのアプリでできるらしいんですよね。ちょっ
それを今度やろうって思ってたんですけど、今度やっとこう。トータルイエベっぽい。確かに自分ではずっとイエベって思ってた。でも今日はブルベ寄りだった。髪伸びたよね。髪ちょっと本当に伸びてきたよね。それは思った。定期今回こそは伸びたよね。最近また切りたい欲が強くて、なんでだろうね。もうなんか切りたい欲が最近強い。腰痛治ったの。そうそうそう、私いつかな、何日か前か、本当にそう聞いてほしい、あれは何だったのか。そうメールで送ったんですけど、本当に腰が、あの寝る前普通にゴロゴロスマホをしてたんですよ。スマホ見てたんですよ。それで立ち上がろうとして、立ち上がってこう歩き出した瞬間、本当に腰のなんて言うんだろう、右側がなんか痛くて痛すぎて、待って、もうちょっと期間経っちゃったからどんな痛みかもう忘れちゃったんですけどなんかなんて言うんだろうな、なんかずれたみたいな、これは尋常じゃないっていう感じの痛みが来て、もうまともに歩けないぐらい痛くて、え、何これとか一人で言いながら一人で夜喋ってたんですけどめっちゃ痛くなったの。あれ何だったんだろう。え、もうな、すっかり治った。あのね、その次の日ぐらいまで痛くて、もうその次の日ぐらいからもうすっかり元気、何にも痛くなかった。何なんだろう。え、これぎっくり腰なのかな。でも重いもの持ったとか全然そんなんじゃないんですよ。もうね、なんだろう、なんかずれてたなんかおかしかった。右腰がおかしくて、ひねったとかでもないんです。何にも痛くなかった。ただ普通に起き上がって歩き出した途端、あれ？あれ？何って。そう、だからびっくりしました。けどもう2日前ぐらいかな、3日前とかかな。3日前ぐらいの話なので、すごいね、もう人って忘れちゃうんだね。人って痛みを忘れちゃうよね。喉元すぎれば暑さを忘れるという感じですけどね。えだから怖かったんですけどね、またなったらちょっと病院行こうと思います。けどびっくりした、初めてだった。腰痛、腰がの痛みって痛いんですね。気をつけようと思いました。一回なると癖づくの。そうなのね。どうしよう、気をつけるって言ってもどうしようね。え、気をつける、どうしようかなどうしたらいいの。コルセットとか買ったらいいの。
柔軟とか体幹、私最近体幹を鍛えようと頑張ってるんですけど、あのキープあるじゃないですか。キープが前より全然できるようになった。前は普通に1分とかできつかったんですけど、最近はそうそうプランク2分とか2分半とかいけるようになったそう、初めもね本当に STU に入った一番初めのレッスンとかの時は10秒とかもいけなかった。そう、体幹は最近ちょっとね伸びました。プランクがいっぱいできるようになりました。じゅんぴーさん、ロールケーキありがとうございます。ありがとう。動画見ながらやってる。ハッシュさん、タワーありがとうございます。タワーありがとう。ペンギンなんだっけ、ケーキペンギンタワーありがとうございます。またありがとう、ありがタワーです。ありがとう、ありがタワーです。この前もケーキペンギンタワーをくれた気がする。ありがとう。またお礼を書かせていただきます。ありがタワーです。ありがとう。後で書きます。今は何時なんだろう。あ、でももう38分なんだ。38分、あっという間。早い、時が過ぎるのは早い、早いです。あ、でも私腕立て伏せはできません腕立て伏せはできないんです。多分ね1回とかしかできませんそれはもう先に言っておきます。腕立てはできませんもう なんでなんだろうね。できませんよそれなら腹筋の方ができる。キープはいけるんですけど、なんでだろう、もうねなんでだろう、曲がらない、曲がって伸びないですよね。なんでだろう。でもね、腕相撲は割と得意ですでも最近してないからな。最近もう最後にしたのいつって感じだから、小中学生ぐらいの時までは腕相撲も得意だったので、腕の力があるような気がするんですけど。あ、指相撲は苦手ですだんだんよくわかんない説明。指相撲は苦手。指相撲は私こうしてたら人差し指がだんだん出てきちゃうタイプ。ってやっちゃうタイプです。指パッチンはいけます。指パッチンできるんですよ初めてやったかもしれん。
配信で初めてやったかも。なんか練習した気がする昔。お、上手い？やった。嬉しい。ボンレスハム太郎さん、可愛いギフトありがとうございます。あ、すごい上手いって。あ、やったやった。あ、今なんか高音なったくない？え、ペン回し私めちゃめちゃ得意です。やったことあるかな？ペン回しを披露したことはありますか？私どうなんだろう、あるようなないような。ペン回しはねなんかさ、高校生とかの時さ、ペン回しがめちゃめちゃ、ペン回しにめっちゃ憧れる時期ありませんか？そう、そんな時期が私にもあって、なんかわかんないけど動画とか見てめちゃめちゃ練習したいや、あるよね。え、小学生の頃なの？いや、私高校ぐらいの時にやってきて、中学かな、中学かな、いつなんだ、いつだったっけな、中高、あ、中2ぐらいかなだからね、私普通に回すのもできるし、なんかこのなんていうの、こうここを指の間をこう回していくのもできるし、なんか数個何個かできますそう、授業中とか練習してたいや、ありますよね、そういう時期。あ、そう、テスト中とかにやってたまにガシャンって落ちて恥ずかしいこと多々あったそう、ちょっと中二の病をこじらせていた時らへんに練習しましたね。今もできるんじゃないかな。え、今ペンが多分ない気がする。またシャーペンをちょっと今度用意しとくので、また配信でちょっと恥ずかしいな、恥ずかしいな、なんか恥ずかしいな。なんか恥ずかしくない？なんかドヤ顔でさ、ペン回ししてさ、それをドヤ顔でやって配信でやるっていうのが恥ずかしいです。やっぱやめときます恥ずかしい。いや、授業中とかにさりげなくするから多分なんかかっこいいんですよ。テストとか解きながらこうするのがいいんですよなんかさ、ショールームでこうやってさ、じゃあ行きますって言ってさ、するのなんか恥ずかしくない？どうですか？どうなんでしょうねあ、そうだね、一発芸、クラプコンのさ、ドーポジ一発芸、今度ペン回ししようかな。ドラララそうしようかな。あ、今日クラコン放送ですので、ぜひ放送見える地域の方はご覧ください。何時からだったっけな。私はちょっとね、リアルタイムでは見れないので、見逃しで見ようかしら。何時からだったっけな。0時25分からですね。そう、私のお家にはテレビがないのでね、見れないんですけど、ぜひぜひご覧ください。多分ね、ちょっとというか結構前に収録したものなので、私の髪の毛が多分まだ長いです私の髪の毛が長い頃の収録です。だね、多分。何やったっけな。
え、もう記憶がないな。一発ドーポジ一発芸とかも何やったか記憶がないな。私何やったっけ、何やったっけな。本当に覚えてない。まずいかもしれない、記憶力がなさすぎて。本当に覚えてないな。何やったっけな、何やったか覚えてないので、ちょっと私ももう新しい気持ちで見ようと思います。あのクラコン、イギータさん、ケーキありがとう。ホンレスハム太郎さん、かわいいギフトありがとうございます。何かをしたはずだよね。じゃあ何かをしてますので、ぜひご覧ください。タンタンタヌキさん、ケーキありがとうございます。最近だし巻き卵がめちゃめちゃ好きで、本当に毎日食べたいと思ってる。美味しくない？私一時期、あ、めちゃめちゃ話変わるんですけどめちゃめちゃ話急に変わるんですけど、1年前ぐらいにもハマってて、今の最愛の女はだし巻き卵、美味しいよね。なんであんなに美味しいんだろう。周期的にやってくるブーム。いや、自分でも作るのも好きなんですけど、なんかお店のあのさ、なんていうの、なんかツヤっとしたさ、空気の入ってない黄身だけですみたいな。それが好き。美味しい。だからちょっとだし巻き卵ブーム来たので、いろんなお店のだし巻き卵を食べようと。いやー、卵ブーム。今の一番好きな食べ物はだし巻き卵と焼きナスです。キクちゃん、クマありがとうございます。クマありがとう、クマありがとうございます。ありがとう。ロールキャベツさん、ギフトありがとうございます。クマ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 、トゥントゥン、さんめちゃ可愛いギフトありがとう。今日はウインクが得意、ウインクが得意。
ワーのお礼を書かせていただこうかな。間に合うかな。もうね、寒くなってきた。よいしょ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 。あ、ここ目の前がクローゼットなんです。よいしょ。いや、ペン回しさ、なんか得意な、私シャーペン、ペン回しの一番できるシャーペン持ってるんですけど、一番できるシャーペンというか一番手に慣れてるシャーペンで一番やるんですけど、え、多分このペンじゃちょっと、あ、でもこのペンじゃちょっとやりづらい、やりづらい、ちょっと違う、本領が発揮できない、本領が発揮できません、ちょっと違います。あ、でも、あ、でもいけるな。ちょっとやりづらい、やりづらい。そう、軽すぎてちょっと違った。ちょっとまた今度シャーペンがやりやすいんですよね。なんか高校時代とか。ずっと使ってたお気に入りの書きやすいシャーペンがあって、ずっともうそれがお気に入りで、なんか古くなったりしたらそれ買ってた。シャーペンって分かれるよね、人によって使うシャーペンが。クルト側でも使ってたよ。クルト側、え、なんか懐かしい、響きが懐かしい。中学とかの時使ってたかもしれん。なんかあるんですよ、芯が、シャーペンの芯が書くたびに回るから、なんて言うんだろう、ずっと尖った部分で書けるみたいな。え、待って、あと6分なの？待ってくれ、待ってくれ、待ってください。待ってください。私がハマって好きだったのは、なんか持ち手の部分がふわ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 してるシャーペンがあるんですよね。ふわふわっていうか、なんかプニプニしてる、それが好きだった。よいしょ。待って、5分前なの。え、シャーペンの芯、私何センチ使ってたっけ。 0.5 かな、普通何センチだっけ。よいしょ。もうこんな時間だ、もうこんな時間だ。本当に
夜型が加速しすぎてまずいです、まずいです、これは誰か助けてください。今日もね、昼もう寝不足すぎて昼間とか途中すごい眠くなってたんですけど、なんかもうこの時間になったらさ眠気どっか行っちゃうよね。シさん、タワーありがとうございました。本日は飲んでるのでしょうか。タワーありがとうございました。ペンギンケーキ、ペンギンタワーありがとう。パチ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 、ありがとうです、ありがとうございます、ありがとう。あ、間に合った、今何分、今57分ということで、じゃあ壇上を読ませていただこうと思います。お、ちょうどぴったりだね。13位、タンタンタヌキさんありがとうございます。12位、ライラックさんありがとうございます。11位、エイチパパさんありがとうございます。10位、長尾ちゃんありがとうございます。9位、待って、壇上が変わった気がする。13位、ライラックさんありがとうございます。12位、エイチパパさんありがとうございます。11位、ダガオーちゃんありがとうございます。10位、ちくわドーナツさんありがとうございます。9位、イギータさんありがとうございます。8位、タンタンタヌキさんありがとうございます。7位、トリさんさんありがとうございます。6位、コミさんありがとうございます。5位、ゆずきちさんありがとうございます。4位、きくちゃんありがとうございます。3位、かずささんありがとうございます。2位、いっこうさんありがとうございます。そして1位、天使さん、天使さん名前が変わってる。はじゅさんありがとうございます。名前が変わってる。ありがとうございます、ありがとうでした、ありがとう。あ、酔っ払ってるんだ。そういうことか。そして本日の大吉の方は使用中さんです。おめでとうございます。パチ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 。あ、でも待って、今月が終わっちゃうからさ、またおみくじを引きに行ったら大吉じゃなくなるかもしれないんですね。え、そっか、もう今月もあと明日で、明日になって3日しかない。早っ、早い。そしてこの後はクラコンをぜひご覧ください。ということで、なんだかんだでもう終わっちゃう。おやすみなさい。バタバタしちゃったけど、ありがとう、話してくれて楽しかったです。また明日も一緒に頑張りましょう。おやすみなさい、ありがとう、バイバーイ、おやすみなさーい。私も今日は早く寝たいという願望はあります。バイバーイ。